イコール X 乗 Y イコールで、ここに整理したらもうあとは簡単にマイナス 4X プラス5マイナス 4X プラス5、はい、それで式を立てる0、小なり X、大なり小なりイコール X、小なりイコール A で、A の A はどういう意味ですか。 A は0より大きい、 A は0より大きいということですね。で、何でしょう。計算して求めて、ああ、最大最小求めなさいです。では、最大に計算が続く、まあ、こういう問題でございます。今まで最大最小の時どうしました。どんなことした。素直に グラフ書いて調べるよね。で、これをグラフ書くと平方完成だったってことですね。まあ多分これでいいんだよ。で、グラフ書いてみようと。したら2で1だから、まあ y 切片5だね。こういうふうにやってました。これまでいいよね。で、最小値はここかなとか言いたくなるよね。で、最大値はなしって言いたくなるよね。ところが範囲がまたこれが厄介で、範囲は0からは決まってるけど A が旅をする、旅っていうかね、旅よりも表現としてはこれは A が動いていくんだね。終点が変わる。だからスタートはここなの、絶対5なの。 Y 切片5はいいですね。 Y 切片5ですね、 X 切片5ですね。そしたら例えば A がここだったらこうなるから最小値はここだ。A が、まあ、ここだったら、あ、ちょ、色を変えましょうかね。もう、まあ、奮発してね。A が、まあ、ここら辺だったら、まあ、こっからここまでになるから、最大はここで、最小はここなんだよね。ちょっとこれ、最小マークを三角マークにすれば、ここで、ここは丸だ。で、こっちの場合は、ここになって、ここが最初になるよね。そうだ、この角最後じゃないんだよね。ところが A がもしこんなところに行っちゃったらどうなったかというと、まあこうなってここまで来るけど、ここは最大値じゃなくなるんだよね。ここは最大値じゃなくて、ここが最大値になって最小値はここなんだよね。だからいろいろなケースが考えられてしまうんで、それをちゃんと相手に伝えるような答案を作らないとダメです。だからいよいよ答案をがっちり書くやつに入ってきました。今までのはね、計算練習です。これからこういうことをします。だからまずグラフを書いて点数が入ります。そしてグラフが書いて点数が入って、こういうイメージができて、さあどうするか。できる限り図をいっぱい書くんです。じゃあ最初に行きましょう。今雰囲気的にこれだけのことが分かりました。まあ、そしたら多分こうでしょう。A がまあこの辺で終わった時でしょうな。で、こうかな、はい、で全部ここはね、奮発するんですよ。全部書いちゃうんですね。で、次は多分で、ちょっとここのポイントだけど、ここ5だけど、ここ5だね。したらこれ2次関数で対称だから、ここ4になりそうな気がしない。これ分かる。これがここがね、賢さよ。ここは5っていうのは Y 切片5だ。で、ここ2だってことは、同じ高さのところを調べたらここ4だよね。分かる。これが2、2でいいよね。そしたら次はまあこういう、ここに A があるときだ。そしたらここが最大で、ここが最小だね。で、こう、あ、まあ一応 X って書いてますけど、で、こうなってここ2で、ここ4で、情報はちゃんとできる限りいっぱい書いて、緑で書くと、今度 A がもうこんなところに来ちゃったら、ここが最大で、ここが最小と、こうなりそう。これをじゃあ、うん、自分でやらないとダメだよね、うん。で、これで場合分けをします。どうするか。A が、2より小さく、0より大きいとき。で、ここが問題だ。これね、
前の絶対値でやったけど、ここのところイコールつけたらこっちをつけない、こっちイコールつけたらこっちつけない、両方つけたらダメです。両方つけてなんでダメか、そう、分けたことになるんだからね。だからこう分けます。まあ、こっちつけてもいいし、こっちつけなくてもいいです。まあ、ちょっと私は授業計画がなってませんでしたけど、ちょっとこれこっちに書きます。どうせ書く時間与えますからね、心配しないでくださいね。で、ここが4で5で、さっきと同じですけど、1個だけちょっと増やします。ここに A が来たら、まあ、ちょっとこの書き方良くないんですけどね、まあ、白丸ってのこうなりますけど、もう1個追加します。どういう時を追加します、もうなんと薄々感じていいと思いますけど、2がありますね。そしたらちょうど同じですけどね、ちょうど A が4の時をつけます。A イコール4の時をつけます。でちょっとなぜかって言ってますね、まあ、ちょっと言いますね。これが A が、4より大きい時、こう分けました。でこれどうしてかというとですね、A が4の時は最大値が2つありますよね。他最大値はほら1個じゃないですか、1個でしょ、1個でしょ、これ2個になるから、だから一応 A は4の時で分けました。で中にはいろいろ答案の書き方、今いろいろ皆さんみんな問題集持ってますんで、4をこっちに入れるとき、こっちに入れるときありますけど、これを使う方が頭いいですね。あ、最大値2つあるなということで分かったようになります。でまずこの図を書いた時点で点数がドドドって入りますね。そして A がこれのとき、こういうときは最大値と最小値はだいたい最大はラージ M を使いますね。だからどうするかというとですね、まずこの y イコールこれっていうのをこう置き直します。 fx イコール x 次乗マイナス 4x プラス5、これ初めてですか、初めてじゃない、初めて、y をこれ fx と言います。でこの f っていうのはファンクションという意味で関数と言います。ファンクションは数字間違ってるかもしれませんけど、これ関数って意味です。で、fx に関する関数って意味です。で、これをふうに置くんです。トークと。そしたらあとは楽で、例えば fx っていうのは x が入ってますけど、これ見たときに最大値 m は最大値 F0 と書きます。要するに X に0を代入したときは最大だ、こうなります。で最小値はスモール M って書くんですが、最小値なんだと思います、そう FA と書きます。わかんない、大丈夫、いいですか。だから最大値 M はこれのときは F0 で、まあ、これは5になります。で最小値 MFA はこれは A を代入しますから、これにただ入れるだけです。 A1 乗マイナス 4A プラス5、すごいでしょう、回答がこんな文字になっちゃいます、困ってしまいますよね。ついてきてます今の、分からない、分かる。で次ですね、次は2から4です。もうここまで これをあと表現するだけですから、そんなに難しくないです。 M は F0 だからこうです。で最小値もこれは、これ最小値はどうなの、 M、F、はい、最小値は何だと思います、そう F2 になります。だから F2 だからどうなるかというと、2を入れた時なので1となります。で次ですね、A が4のときは、ちょっとまだこれまだ問題があるんですけど、いきますね。F0 と F4 が等しくなり、これは5になります。2つあるということね。そして、M は F2 です。よって1と、こうやります。いいですか？で、次これですね。4より大きいとき。最大値は、またし、あ、絶対値なんですか、 FA ですね、分かってますね、これ間違ったら嫌ですね、
で最小値は依然 F2 でございます。で1とこういうのです。これで答案は上がります。で普通ですね、 X が最大値は X0 の時に5とか言うんですけど、これを使うとこのマークを使うと便利です。もう X0 の時に5っていう言葉が全部この中に入ってます。だからすごく便利です。そうでしょ、普通は答えを書くときに最大値は5とか言ったらダメなんです。X が何なのとき最大値いくらと答えられないんです。その最大値を取るときの X の値を書いてあげないといけないんです。だけどこの表記をするともう X が0のとき5、X が n のときこれっていうふうにできるので非常に便利がいいわけですから、これを覚えてください。わかりますか？わかる？そしたら、実はですね、これ見てください。この最大値が F05、F05 でこう一緒になってますよね。だから答案によってこう書く人が出てくるんです。要するに A が0より大きく、ここ4でしょ、これの時もう最大値 F05 って書く人もいます。要するにこれドッキングする回答、ドッキングして書く人もいます。僕は分けました。分けたけど中にはこうやってドッキングして隠しております。となるともう一つの選択肢が出てきますよね。こっちもそうです。こっちもこことここが一緒、あ、というかここここここ全部一緒ですよね。ってことは2乗 A の時最小値 F2 で1と、こういうふうに書くことも。で問題は参考書や問題集によって書き方がまちまちなんです、答えが。だから僕のこの黒の通り書いてなくてこの赤で書いてあるケースがあります。だから大変なんです。でどっちも正解です。もちろん、あ、数字が違ったからだよ。だけどそこがあるからちょっとね、相手のことを見ながらやってほしいなということです。いいですか？何かでも大丈夫？間違ってます？はい、それが時たまありますね。ということでこれもここまでメモってください。いいですね。はい。じゃあこれはですね、これが A の時ですね。